皆さんおはようございます。ペリオディスタ小澤です。いやー、レアルマドリーやってくれました。バモーす、先ほど終わりましたチャンピオンズリーグ決勝、リバプールとレアルマドリーの一戦は0対1、後半59分のビニシウスのゴールでマドリーが勝利をしまして、これでなんとなんと14度目の、欧州タイトルを取りました。マドリースターの皆さんおめでとうございます。はい。まあ、試合を振り返ると、リバプールが、まあ、一方的な展開で、マドリー陣内に押し込んだという試合だったと思いますし、まあ、この内容、サッカーでリバプール勝てないのはなぜというぐらいに、まあ、個人的にはやはり、リバプールの、今シーズン通しての、まあ、あるいはクロップ監督のね、ここ数年のやっぱり、チームの、サッカーの完成度の高さを改めて、見せつけられた試合だったと思いますし、まあ、チアゴ、ファビーニョあたりが、まあ、ギリギリまで出れるかどうかわからないと、まあ、チアゴに関してはね、アップ中もちょっと、クロップ監督とかなり、話すシーンがあって、ギリギリなのかなというところでしたが、まあ、そうは言っても試合が始まったらやっぱり素晴らしい、ハイプレス、それからコンパクト、で、まあ、プレスバックも本当に早かったですよね。まあ、マドリのカウンター、ビニシウス、起点にしたカウンターを、ことごとくプレスバックで、しっかりと封じてましたし、まあ、結果的にボール支配率は 50-50 でしたけれども、まあ、シュート本数は23対3、枠内シュート9対1ですから、まあ、リバプールがなぜ、負けたのか、あるいは得点できなかったのかがわからないと。まあ、ただ、はっきりした、そこの、ゼロで終わった理由としてはやはりクルトワですよね。マドリー本当にクルトワ素晴らしかったですし、まあ、今シーズン、まあ、特にチャンピオンズリーグの舞台でのクルトワは、まあ、ことごとく決定機をね、シュートストップする神がかり的なセーブで止めるというところはありましたので、まあ、マドリーの守備陣としてもある程度シュートを打たせても大丈夫だというところはあったと思いますが、まあ、そうは言っても、かなりさらに決定機作られたなというところはね、後半ありますし、まあ、そもそもエリア内でシュートを打たせてますから、まあ、マドリーとしてもね、狙ってやった、守備ブロックではないと思いますし、守備対応ではなかったと思いますし、まあ、本当に、9本のシュートストップ、まあ、チャンピオンズリーグファイナルで9本のシュートストップが初めてだみたいなね、データが先ほど出てましたけれども、いや、もうこの決勝に関してはクルトワが、マンオザマッチで申し分ないなというところと、まあ、もし今シーズンのベンゼマが、この活躍でなければ、まあ、この1試合だけでもクルトワにバロンドール上げてもいいんじゃないかなと思うぐらいの凄まじいパフォーマンスでしたし、まあ、改めてクルトワの今シーズンのパフォーマンスはゴールキーパーの価値であったり、ゴールキーパーの人気を本当に高めてくれたんじゃないかなと思いますので、まあ、ラリーガの中でも、サモラ賞最少失点賞には、残念ながらね、セビージャのボノが取りましたので、第2位となりましたのでタイトル取れなかったですけれども、まあ、この決勝のね、パフォーマンスを見てもらっても、ラリーが普段見てない方にも、今シーズンのクルトワの、凄まじさ、神がかり的セーブの連続っていうのは、確認いただけたと思うので、まあ、個人的にずっと言ってますけれども、ベンゼマのバロンドール確定の、話とともに、クルトワが現段階で世界ナンバーワンのゴールキーパーというところの私の見解も、納得いただける方が多いんではないでしょうか。まあ、マドリーとしてはね、終始重いディフェンスラインで、まあ、今日はやっぱり決勝という緊張感もあって、かなりディフェンスラインが、まあ、いつも以上にプレスバックするのが早いなと、まあ、下げるの早いなということで、まあ、かなりライン間をね、開けるような構造で、まあ、そこにマネがうまくね、中盤に降りてポイント作ってましたので、まあ、そこで一回溜めを作られて、またズルズルっとエリア内まで、引き込んでの守備対応が多かったんですけれども、まあそういった中でも1対1の、局面であったりとか対応、それからインターセプトも含めてカラバハルは本当にね、まあルイス・ディアスを、まあ封じ込めたとまでは言えないと思いますけれども、まあ目立った仕事はさせませんでしたし、まあ逆にフェラン・メンディの方がサラーとのね、マッチアップで後手踏んでましたので、ちょっとメンディに関しては、出来悪かったなというふうには見ておりましたけれども、まあここ数シーズン本当にね、毎シーズン怪我に泣かされて、怪我もね、筋肉系のトラブルが多かったんですけれども、しっかりと、怪我も克服し、回復させというところで、コンディションをね、ベストに持ってきましたので、そのカルバハラの、貢献活躍にも、言及しておきたいと思います。まあ、それからアンチョロッティ監督の改めてね、今シーズンの功績は素晴らしいですね。結果的にアラリーガとチャンピオンズリーグドブレーテを取りました。まあ、まさか今シーズンのスタートのところで言うと、まあ、やっぱりフットボールの内容も本当にね、厳しかったですし、なかなかハイプレス、コンパクトな、
3ライン4局面をね、スムーズに循環させるみたいなところの現代フットボールで言うと、ちょっとね、まあ少し出遅れ感はやっぱり感じながら見てましたし、まあラリーガの国内でも、チャンピオンズリーグのグループステージでも、まあマドリーが終始優勢で敵陣でね、フットボール90分を続けるみたいなことはほぼほぼなかったシーズンですから、まあただそういった中でもシーズン終盤は、特にチャンピオンズリーグのラウンド16以降の戦いで、終盤ね、こうボックスボックスのダイナミックな中盤が間延びした展開の中で、カマビンガ、ロドリゴ、それからバルベルであたりの若手選手をうまく使いながら、選手層に厚みを持たせ、ね、中盤の、まあ、基本的に今シーズンのマドリーも、まあ世代交代をね済ませるというよりもやっぱり、CL3 連覇のベテランに依存するというような、戦い方を結果的にはアンチェロッティ監督が選びましたから、前線のベンゼマ34歳中盤のモドリッチ36歳象徴されるように、まあ、なかなかアグレッシブなサッカーをね90分続けることは高強度なサッカーはできなかった中でも、やっぱりね、後半から交代カードを切りながら、強度を上げていくという戦いをすることができたという意味で、やっぱりアンチェロッティ監督の、そういったマネージメントと、あとアンチェロッティ監督の下で、働いている、ピントゥスフィジカルコーチのやっぱりね、フィジカルトレーニング、コンディショニングっていうところも大きくこのドブレーテに貢献してるんじゃないかなと思いますし、まあ最後は何よりマドリディスモという言葉で集約されますけれども、準決勝まではセカンドレグのね、ベルナベウの魔法ということで、ベルナベウの雰囲気であったりとか、マドリディスタのサポートでね、もう劇的な、マジックナイト、奇跡を起こしてきたわけですけれども、まあ、このファイナルに関してもね、もちろんゴール裏には多くのマドリディス詰めかけていましたけれども、でも中立地パリで行われた試合ですし、まあ、これだけ劣勢で普通に考えたら、まあ、10回やったら多分ね、半数以上は負けているリバプールが勝っている試合だったと思うんですけれども、まあ、そういった内容度外視な理不尽な振る舞いと言っていいと思いますけれども、まあ、そういったことが許されて結果的に勝ってしまうというところは本当に、レアルマドリーというクラブの、歴史大さ、マドリディスモという言葉に集約する、まあ言葉では説明できないと思います、本当にね。まあ本当にこれがマドリー、これがマドリディスモだという以外にも説明のしようがないので、皆さんこの決勝のね、90分見てもらったらわかるんじゃないでしょうかという言葉しか残せないですけれども、まあそういった本当に言語ができないものの、積み重ね集約だと思いますので、まあ現状ピッチ上の、フットボールのパフォーマンスレベル、を見ても、まあプレミア勢には後陣を排していると思いますし、なかなか、90分間スピーディーな、プレーインテーシーの高いサッカーについていくっていうことがもうできないですけれども、でもそういった中でもアンチェロッティ監督の下で、まあ本当に今シーズンはエコなエコロジカルなフットボールでね、まあこれは、マドリーだけじゃなくてラリーガ勢が、見つけた回答だと思いますけれども、まあ、マドリーはこのね、ファイナル直前にエンバペを取り逃がしてしまって、やっぱりマーケット、移籍マーケットでも、まあ、圧倒的な強者の立場からは、もう転げ落ちているというところもね、現実として突きつけられましたけれども、ピッチ内外のそういった困難を前にしても、これがマドリーだと、マドリディスモだという形でしっかりとね、タイトルを取ってしまう。まあ今日に関しては逆転劇ではなかったですけれども、やっぱり内容からすると劇的な、まあ優勝勝利だと思いますので、過去すべてのね、決勝とか、そのシーズンを全然見てきてるわけではないのでわからないですが、まあ今シーズンが一番苦しみながら、獲得したこのビッグイヤーじゃないかなと個人的には考えてますので、まあだからこそ本当に価値があるんじゃないかなと思いますので、今日に関しては、このリバプールに、これだけの完成度の高いリバプールに勝って優勝したわけですから、また私今日一日ペディルディスタ改めマドリディスタ小沢として優勝をかみしめたいと思います。改めましてマドリディスタの皆さんおめでとうございます。ありがとうございます。ひとまず優勝後の振り返りでした。また次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。アスタラプロクシマアラマドリー。